はい、ということで片貝海岸まで着きました。まあずっとね歩いてきて結構遠くから歩いてきた感じですね。いや、まあ不動道からまあまあね距離ありましたね。はい、で片貝海岸もねまた同じようなね、まあ、似たようなとこが続くんですけども、はい、でちょっとね見えないですけど奥の方になんかね楽天ステイっていうね、多分楽天市場かなんかの系列ですかね、なんか泊まる、とこもねあったりします。で片貝海岸のとこにちょっとねそこに見晴らし台があるので、ちょっと見晴らし台の方に行ってね、景色を見たいなと思ってます。まあとは言ってもね、もうこれだけ開放的なところであれば、まあ、見晴らし台登らなくても結構綺麗な景色はね今でも見えてるんですけども、まあ、せっかくなんでね、行ってみたいと思います。もうひたすら本当に似たようなところをずっとね歩いてるので、やっぱ飽きちゃいますね。さっきはもう歌とか歌ってたりね、なんか鳥ちゃん可愛いとかねずっと言ってたりね、しましたけど、でも本当にピョコピョコピョコとっていうね、動くね鳥がとても可愛らしかったですけどね。はい、でそこが片貝のちょっとね公園みたいになってまして、でそこのとこにあるですね見晴らし台というところになってます。で今ほとんど人はいないですけど、ここら辺がですね、片貝海岸という場所になっております。もうちょっとしたらまたね自治体がね、変わります。まあ、屋形海岸のあるね自治体というような、ね、形にはなるんですけど、もうちょっと先ですね、まだここら辺は九十九里町という町になっております。でそこが、展望台みたいなところになってるんですけども、ちょっと行ってみたいと思います。そこがね公園みたいになってると思うんで行ってみたいと思います。はい、だいぶですね展望台の近くまで来ました。すぐそこはですね九十九里有料道路がね走ってたりしますけども、ちょっと小高い丘みたいになってまして、でこの奥がですね、海になっております。そこがですね、展望台というところになってます。この展望台も結構もう古いですね。とりあえずは立ち入り禁止にはなってないんですけども、大丈夫なのかなこれ、ちょっと気をつけながらね歩きたいと思うんですけど、あ、大丈夫ですね。はい、はい、こちらですね、展望台になってます。こんなね景色が広がっております。いやー結構ずっと海岸線波打ち側をね歩いてきましたけども、まあふかふかしてたからそこまで足にはね負担かかってないのかなと思ってます。今の時刻が11時49分で、歩き始めてから 22.7km ですね。まあ結構歩いてきましたけども、はい、こんなようなね、展望台になってます。はい、まあ、ちょっとしたね展望台なので、まあそこまでめちゃめちゃ景色がねいいかなって言われると、まあまあ元々がこういう風な、まあ、開放的な景色がずっとね、続いてますので、まあ、そこそこなのかなと思ってます。でここはねちょっとね公園になってまして、で奥の方がですね駐車場になっているので、ここも九十九里有料道路のね終点のところになります。なので結構ねこの片貝海岸にね、来られる方もねいらっしゃるかなと思ってます。じゃあね、また、自治体の方もね変わってくると思いますけども、まだですね九十九里町というところですね歩いてますけども、また今度は、市に変わりますね。まあ、山武市という、ね、市になるんですけども、まあ、そちらの方を、ね、歩いていきたいと思います。でとりあえず当初の、まあ、最初の目的地の、まあ、屋形海岸があるところはですね、まあ、山武市という、市のところにある海岸なので、まあそうですね今日は、まあ、日の入りにはとても、ね、ならないと思います。日が暮れることは、ねないと思うんですけども、ちょっとそこも、まあ、屋形海岸で刻んだ方が、まあ、またね、まあ、できれば行歩岬の方とかも行っちゃってね、まあ、九十九里浜制覇というのもねありかなとは思ってたんですけども、
まあ、まずはちょっと館海岸の方まで行ってですね、それで時間を見て、まあ、その先ですね、九十九里浜そのまま、踏破しちゃおうかというところをね、まあ、考えたいと思いますけども、多分、館海岸で一回区切った方が、その方がですね、まあ、今後、まあ、調子とかもね歩いていくことになりますので、まあ、調子もねいろいろと見応えがあるところがいっぱいありますから、まあ、そういう意味ではですね、取っておきたいなというのもねあったりします。じゃあねまた歩いていきたいと思います。はい、まだですね片貝海岸にいるんですけども、ちょっと面白いモニュメントを見つけましたので、今ね撮ってるところです。このモニュメント実は自分はねよく知らなかったです。なんか99とかで、まあ、九十九里なので99なんですけども、こんなねモニュメントがあるの知らなかった。九十九里、なるほどね。九十九里タウンなので、そうですね、九十九里町ということで99ですね。で九十九里東京ハワイ、こんなのあったんだ、知らなかったですね。へえ、ちょっとねぐるーっと一周回ってみましょうかね。多分これ結構新しいんじゃないかな。自分が来た時確かなかった気がするんですけどね。まああんま片貝海岸もめちゃめちゃ頻繁に来てるとこじゃないので、はい、どちらかというと通過しちゃうのね。いや知らなかったですね。はい、ということでちょっと面白そうな、モニュメントを見つけました。こっからちょっと覗けるのかな。よいしょ。おーね、おー、なるほど。で踊ってるとこんなやつがあるんですね。はい、ということで、片貝海岸にはこんなねちょっと面白い、モニュメントもありました。はい、またですねちょっと海岸線からちょっと離れました。久しぶりだね、こちらの方、片貝漁港になってますということで、久しぶりの漁港ですね。ここ結構、船止まってますね。片貝漁港の方は、結構船が止まってます。九十九里浜は多分なんですけども、台東漁港以来じゃないですかね、漁港は。なので、九十九里浜ずっと続いてるんですけども、漁港らしい漁港ってなるとこのですね、片貝漁港がですね次の漁港になるのかなと思います。なのですぐそこにはですね、海の駅の片貝漁港っていうね、とこがあるんですけども、そこでもね結構おいしいものとかねあるんじゃないかなと思ってます。はい、こんな風なね、漁港になっております。ではですねちょっと、こちらの方をちょっと迂回してですね、また海岸線の方に、戻っていきたいと思います。次は作田海岸っていうね確か海岸だったと思います。まだ自治体の方はね、作田海岸のところはね変わらないんですけども、その海岸の先がですねまたね、自治体が変わる場所になっております。はい、今ですね片貝漁港の方を迂回しまして、今来ているところはですね作田海岸という海岸になってます。でですねまた、地名の方間違えてしまいました。先ほどからずっとですね片貝っていう風にですね、濁ってずっと言ってましたけれども、正しくはですね片貝ですね、濁らないのがね正解です。またね間違えました。でこちらの方はですね作田って書いてですね作田という風にね濁ります。こちらの方はね作田海岸というところになってます。もうちょっとしたらですね、まあ、自治体の方もね、変わるんですけど、ここら辺は結構砂幅もね広い砂浜になってます。ここら辺がまたその次のですね、まあ、自治体に変わってですね、元塚海岸という、海岸があるんですけども、そこも結構ね、広い海岸ですね。幅が結構広い海岸です。もうすぐそこにね、元塚の海岸見えちゃったんですけどね。
でこっちの方がですね、桜海岸になってきます。でずっとちょっと迂回しながら来たんですけども、なかなかですね海岸の方入っていく道がなくて、まあ、ようやくですね入ってきたというような感じになってます。でちなみになんですけども、ここにもね、駐車場があるんですが、九十九里町のですね、海岸、不動堂とか、あと片海とか、あと今ここにいるですね桜田海岸とか、こちらの方ですね、海岸の駐車場すべてね、有料の駐車場になってます。確かね土日祝日は、有料だったかな、そんな気がします。他の自治会とかだったら、まあ、土日も含めて、無料という、自治体もねあったりします。でもうすぐそこがですね、元塚の駐車場になってるんですけども、そっちはね、無料なんですよね。あの自治体変わっちゃうので、なので、まあ、自治体によってね、まあ、有料で管理しているような駐車場もあったり、あとはね無料で開放してしまっている、ね駐車場があったりと、ね、いろいろあります。ただあの海水浴がですね開場されている間は、有料ですね、どこの駐車場もだいたい有料になっています。こういうふうなですねオフシーズンの時は、無料のね駐車場のところもねあったりします。またね海岸線のところにね戻ってきましたけども、やっぱねここは気持ちいいですね。でここら辺近くに乗馬クラブとかねあったりするので、馬がね歩いてる時もねたまにあるんですけども、今日はどうですかね。まあ見れたらラッキーぐらいなんですけども、はい、ということでですね今桜田海岸のところですね歩いております。日の方もねだいぶね上がってきてますね。ちなみに時刻の方は12時46分ということで、歩き始めてから 27.1 キロになります。で多分あそこかな、なんか、看板っぽいところが見えて、ちょっとね赤い棒とか立ってるようなとこはちょっと先の方に見えてるんですけども、そこから先ですね、自治体が変わると思います。ここら辺も本当にずっとね砂浜の幅がね広くて結構いいとこなんですけども、特にここら辺は九十九里浜の中でも砂の粒が細かいかな。でいつもね風が、強く吹いてて、まあたまにですね、ドローンとかを飛ばしにここら辺にもね、来たりするんですけども、その時も結構シビアですね。風も結構強いんですけどね。で今日はまあ珍しくそこまで風が強くないので、今日ねドローン飛ばす場合はですね、まあいい条件なのかなと思ってます。めちゃめちゃ生えてますしね。はい、ということで多分ここにねこういう風な杭とか立ってるんですけども、はい、ここからですね、自治体の方が変わります。九十九里町から山武市に入ります。で、ここからですね、海岸が変わりまして、先ほどいたですね、桜田海岸から今度ですね、元塚海岸という海岸に入りました。でちなみに最後のねあのゴール地点で考えている館海岸は実はもう一つ先の自治体でしたね。山武市より先のね自治体になっております。はい、今ねちょっとねワンちゃんが自分のところにタームに来てちょっとねびっくりしちゃいましたけども、はい、また来てますね。はい、あ戻ってきましたね。はい、でまたちょっとねヤシの木みたいなのが見えてるんですけども、そこがですね、元塚海岸の、ま、駐車場というところになっております。おワンちゃんがいるな、なんか遊んでほしいのか教えないですけども、はい、何回かねこっちの方にパブ犬かな、パブ犬が遊びに来てますね。で馬はいないかな、馬がいるとね結構ねここら辺ね絵になるんですよね。めちゃめちゃ広い海岸なんで、この砂浜がねめちゃめちゃ広くて最高なところなんですよね、ここら辺の元塚のあたりも。はい、
で確かねそこのとこにも本塚のモニュメントがあったので、まあ、モニュメントもね、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、ということで結構ねモニュメントの近くまでやってきました。ここら辺がですね、本塚海岸の駐車場になっております。で目の前のところにですね、モニュメントがあるんですけども、まあ、こちらのモニュメントも結構ね、有名なモニュメントだったのかな、確か違いましたっけね。はい、こちらの方ね、モニュメントがあります。なんか天地の地方の、なんて書いてあるんですかね、寄り合いのなんだろう、ちょっとすみません読めません、九十九里浜の玉拾い入りみたいな感じで書いてあります。こっちの方にね、説明書きも書いてあります。まあ、こういう風なね文字がねこちらの方に刻まれてますけども、まあ、こういう風なものがね、刻まれてます。はい、ということでこちらですね、明治42年2月20日新酒より同人の久留美沢館内ですかねが初めて幸代宅を訪問したということで、やはりですね、こちら、まあ、有名な、方ですね、まあ、幸代ですね、こちら有名な方ですけども、こちらのですねお宅に訪れたということですね。なので、まあ、こういうふうな、ね、石碑が立っているというような形になってます。すいません、なかなか自分は読まないので申し訳ないですけど、ここらの知識はね全くなくてね申し訳ないですけども、まあ、よくですね、幸代さんがこちらの方にね訪れたから、まあ、ここら辺にね、石碑が立っているというような、ね、形になっております。まあ、こちらがですね、本塚海岸になってて、で、こっちの方になんかウェルカム本塚みたいなのがね確かモニュメントがねあったと思うんで、そちらの方もね、見ていきたいと思いますけども、はい、またおいでくださいみたいな風にね書いてありますけども、こちらからねぐるって回ると確か書いてあったと思います。はい、ということですね、こちらの方にねウェルカムトゥー本塚ビーチということですね、書いてあります。はい、ということでまたね、こちらのね、本塚海岸の方をね歩いていきたいと思います。はい、ということでもう一回ね、モニュメントのところに、ね、戻ってきました。すいません、ちょっとね、調べました、伊藤幸男さんという方ですね、日本の歌人で小説家ということで、明治にですね活躍されたね方ということになっております。はい、まあ、こちらの方にですね、日が立っているというような形になってます。いや申し訳ない、本当に全然ですねここら辺の知識ね、全くないので、いやもうちょっとねここら辺の知識持っとけばあのですねモニュメントにもね、まあ、感動するのかなと思うんですけども、申し訳ないというところですね。まあ、有名なあの名前はね聞いたことがあるので、まあ、有名な方っていうのはね分かってはいるんですけども、まあ、どういう風なね活躍をされている方っていうのかね全然分かってなかったりするので、いやなんかね申し訳なさいっていう感じですね。はい、じゃあねここら辺もこんな風なね、まあ、ヤシの木が立ってて結構ね映えスポットになっております。で馬とか本当にね歩いてれば最高なんですけども、今日は馬のツアーはなさそうですね。乗馬でねここのとこ歩くツアーがねあるんですけどね、いやここら辺も本当にめちゃめちゃ綺麗な砂浜で、まあ、最高なところです。よくねドローンとかも飛ばしてます。ただね風が強い日が多いので、まあ、なかなかドローンをね飛ばす機会というのはねここは難しかったりするんですけどね、今日はね吹いてないのでまさにね飛ばせるというような感じなんですけども、今日はね先をね急ぎたいと思います。はい、ということで今はですね本塚海岸を歩いてるんですけども、先ほどの日ですね伊藤幸男の日、まあ、全く知らなかったって言いましたけども、作品もね調べました、乃木区の墓ですね。はい、矢切のあたりにある、まあ、乃木区の墓、まあ、小説なんですけどね、
いや、それはもうめちゃめちゃ有名なので、知ってました。いや、なんてなんだろう、作者の名前からすぐね、まあ、野菊の葉が出てきてもおかしくなかったんですけども、すいません、完全にですね抜けてましたね。いや、本当に申し訳ないことしちゃったな。はい、でまたですね、元須賀の海岸からずっとこういうふうに歩いてまして、ちょっとねまた前の方向けますけども、こんな感じですね。いや、もう本当誰もいないですね。鳥はいます。鳥はカモメはいるかな。さっきみたいなちょっとかわいいピカピカしたね鳥さんはいないんですけども、カモメがいますね。で遠くの方にはなんとなくですけれども、行部岬の方もね見えてきますが、今日はねまだ全然そっちの方まではたどり着けないんですが、はい、まあ銚子方面もうっすらとですけども見え始めてきたというようなところですね。まあだいたいここら辺が、まあ、こっちの方がですね、南側今向いてるのかな、こっちの方から、まあ、ずっとね銚子の方まで、まあ、66キロの、ね、九十九里浜が続いているんですけども、だいたいここら辺が、まあ、真ん中ぐらいなのかな。九十九里浜の真ん中よりかもしかしたらもうちょっと北側の方まで来てるかなと、まあ、いうような、ね、ところを今歩いております。はい、ただもう本当ずっとこんな景色がね永遠と続いてますからね。で続いての海岸は、いのじ海岸っていうね、海岸なんですけど、もうちょっとね、かかりそうです。ここもですね普通に読んじゃうといのうちって、読んでしまうんですけども、まあ、いのじ海岸というね読み方をするので、まあ、ちょっとね、まあ、千葉県南海地名多いのでよく間違います。先ほどは本当に濁らないで、また片貝なのにもかかわらず片貝みたいなことね言っちゃって、またね、無知を露呈したというようなね、感じになっちゃいましたけども、はい、ただ本当に徒歩旅なかなかこういうね九十九里の浜をずっとね歩き続けるっていう体験は多分まあ今後またないなきっと。もしかしたらもう一回ね、踏破ね、するかもしれないですけども、まあ、なかなかねない経験だと思います。ここはちょっと川になってるので、ちょっとねうまく、回避していかないとまたね道を濡れになっちゃうので、ここも川がね流れてますね。そこから川が流れてるって感じかな。ただ、ここら辺はもうね海辺なのですぐねこのぐらいしかね流れてないので、ちょっとね歩いてもね、はい、こいつね渡ることができますのでね、はい、まあ、砂にねどんどんこの川の水がね吸い込まれていっちゃうので、まあ、あのぐらいだったら乗り越えられるかなって感じです。はい、まだまだねこんな感じで続きます。もうこれを見ただけでね、まあ、気が遠くなりそうですけども、まあそれでもね歩いてれば必ずですね、次の目的地が着くので、まあ、頑張って踏破していきたいと思います。まあ本当ある意味、まあ、2日目ぐらいに言った、まあ、ラスボス感はね出てますね。はい、だいぶ、まあ、あの足の方はねこんな感じでまだね全然ガクガクもしてませんし、あとは、砂浜が結構クッションになってるんで、まあ、そこら辺は問題ないのかなと思ってますけども、はい、ということでまたね誰もいないっすということで、もう一回ね下げます。最高です。はい、じゃあね頑張っていきたいと思います。はい、ということですね、今まだ元須賀の海岸あたりをね歩いてるんですけども、下を見たらねこんな跡がついてますよ。こんな跡、はい、これね蹄ですね、馬が歩いた跡ですね。いやー、多分ツアーやってたんでしょうね。もうこれかなり新しい跡なので、馬がね歩いてたと思います。ただ引き返した跡もなんかあるっぽいので、もしかしたらもうねツアーの方は終わってしまったのかな。
ずっと蹄の跡がね、こういう風にね、続いております。いや見たかったな。いや結構映えるんですよね、馬がね、こういう風なね、海岸線を歩いてる姿っていうかね、もう乗馬のね、かっこいいですよね。いや見たかった。ただまあ見渡す限り誰もいないですね、後ろもね、これ誰もいないですよ本当にね、自分一人しか歩いてないん でこっちもいないですよ、こっちもいないです360度ね、誰もいないですね。まあ蹄の跡だけこういう風にねありますけど、いやここら辺は確かに駐車場はね、ちょっとここら辺はないんですよね。なのであまり人がいなかったりするんですけども、本当にいないです。いややばいね、なんか世界で一人ぼっちになっちゃったような感覚を受けますけどね、これだけ誰もいないと。まあね、これはこれでちょっと寂しいっちゃ寂しいですけどね。はい、いやこれはね、どうしようもう誰も本当いないわ。はい、まあとりあえずね、頑張ってね歩いていきたいと思います。はい、さっきと全く会話がねしないと思いますけども、ここら辺はですね、元塚海岸の次の海岸で、いのち海岸という海岸になります。まあ、漢字ではですね、いのうちって書くんですけども、読み方はですね、いのじというふうに読みます。で相変わらずですね、人とは出会わないですね、誰もいません。こんな感じでね、誰もいません。上の方にね、あの宝のとこね、歩いていれば人がねいればいいんですけどね、その人すらねいないんですよね。いや誰もいない。あ、鳥はいるけど、鳥がね唯一の私のお友達ですね。まあ鳥さんを見ながらね、まあ癒されながら、まあ一人黙々と歩くというようなね感じかな。で今の時刻はですね、13時15分ということで、まあ、29.2 キロですね、スタートしてから。あともうちょっとしたらですね、30キロ到達ということになりそうです。多分この海岸歩いてるうちにですね、30キロ到達すると思います。いや鳥さんかわいいな。あ、飛んだ飛んだ。いや多分餌食べてますね。そのね、なんか、砂浜つついてるので、砂浜にいるなんかあれですね、生き物をつついて食べてるんでしょうね。いっぱいいますね。さっきのカモメじゃなくて、あのちょこちょこちょこってね動く可愛い鳥さんなんですけども、またねその鳥さんがねいっぱいここの海岸でね餌をつついてるというような、ね、感じになってます。いやにしても誰もいないっていうか、ちょっとね遠くの方に一人、そうですね、犬と散歩してる人がようやく、もう第一村人じゃないけどようやくねまた出会えたので、いやちょっとね一安心です。はい、ということでね、またね30キロ地点だったらね、また同じような場所で同じようなねところになっちゃうかもしれませんけど、また30キロになったらね、また動画回したいと思います。はい、今ですね、まだいのち海岸のあたりを歩いてます。すみません、全くね、変わり映えのないね、景色をずっとお届けしてね、申し訳ないっていうような感じなんですけども、はい、今ですね、時刻の方が、13時25分ですね。で、まもなく30キロ到達ということで、はい、今ですね、歩き始めてから30キロ到達しましたというところで、ね、ここら辺、今いのち海岸にはなるんですけども、歩き始めて30キロですね。もうちょっとしたら今度はね、蓮沼海岸の方に、出ることができますけども、そっち行くとね、いろいろと公園とかあって、またね、いろんな施設とかがあったりするので、まあいろいろと見ることがねできるんですけども、本当ここら辺は何もないですね。いや申し訳ないけど何もないですね。でさっき、犬をね連れてた、方と連れ違った以降はね、本当に
誰もいないです。振り返ってもね、誰もいないですね。はい、まあ、ちょっと本当に、寂しくなってきちゃいましたけど、まあ、頑張って、まあ蓮沼の方まで行けばね、多少は人はいると思うので、そこまでは頑張っていきたいと思うんですが、本当ここら辺確か駐車場が見当たらないんだよな。あの大きい駐車場とかがなかったりするので、あの民宿のね駐車場とかはあったりするので、そういうところで、そこからアクセスするってことは可能なんでしょうけど、それ以外は特に何もないとこなので、人もいないんでしょうね。はい、まあ蓮沼の方行けばまたねいいと思うんですけども、で上の方ちょっとね見えるかどうか分かんないですけども、もしかしたら見えないかな。ちょっと正面に、ね、飛行機がね飛んでるんですけども、結構ね近くをね飛行機がね飛んでたりします。ちょっともしかしたらピントが合わなかったのかもしれないですけども、飛行機はね近く飛んでます。ここら辺はね成田空港に近いエリアなので飛行機はね飛んでたりするんですよね。もう一回見ますかね。ちょっと入ったと思うんですけども、見えますかね。はい、こんなようなねところになっております。いや鳥はいるんだけどな、カモメもいますけどね。いやひたすらもうこういうところね歩いてます。まあ、そういう意味ではちょっと九十九里はね歩いてて、まあ、最初のうちは楽しいんですけど、まあ、退屈になっちゃうかな。まあ、歩きっぱなしだとね退屈になっちゃうかもしれません。まあ、あれ30分ぐらいねここら辺の砂浜を歩く分にはねとても最高なところだとは思うんですけども、まあ、ひたすらこういうふうな踏破というふうなね歩き方しちゃうと結構退屈だったりしますね。はい、ということで正面にはカモメがいます。あとちっちゃいね、ピョコピョコって言ったら、ね、鳥もいるんですけどね。あ、自分が近づいたのでもしかしたら飛んじゃうかもしれないですけどね。はい、カモメだよな、これウミネコじゃないと思うんですけどね、ギャギャ言ってないんで、カモメですね。はい、いや結構こういう風な鳥さんも近くで見ることができるので、まあそういう意味では結構面白いところがあったりするんですけどね。いやでも本当に一っ子一人いないの でしかもさっき の馬のひづめもねなくなっちゃいました。もう何もないです、はい、何もないです。なのでいや本当に一人っきりって感じですね。頑張って歩いていきたいと思います。はい、だいぶ歩いてきました。まもなくですねここら辺は小松海岸という海岸になります。まあ、蓮沼海岸の一つ手前の海岸にはなるんですけども、まあ、基本的にですね、先ほどの海岸と同じようなね、まあ、こういうふうな、ね、とこが続いてるんですけども、まあ、境目がねよくわからないんですけども、ここら辺はね、小松海岸という海岸になります。ここら辺まで来るとちょっとね小さめの駐車場とかもあったりするので人はいるのかなってちょっとね期待はしたんですけども、残念ながらまだ人はね、いないですね。ちょっと波打ち際から離れまして、そこのところちょっとね高台になってて、そこのところ確か歩けるはずだったので、もうそっちの方にね回ってみたいと思うんですけども、はい、結局そうですね、元須賀海岸から歩き始めてほぼ人と会わなかったな。多分あれですね、さっきの本当に犬連れてた、そうですね、人と連れ違った以外誰も連れ違ってないですね。本当誰もいないです、ここびっくりするぐらい誰もいない。まあオフシーズンだっていうのもあるんですけども、ただね今日は1月14日の日曜日なんですよ。2024年の1月14日の日曜日なんで休日なんでね、もうちょっと人がいてもいいんじゃないかなと思ってるんですけども、本当人いないです、誰もいない、びっくりするぐらいいない。あの鳥はいるということですね。はい、こっちのね先の方にもたくさんカモメがたむろしてますけど、また近づくとどうせねまた逃げちゃうので、あんまね驚かしてもねかわいそうなので近づきませんけどね。はい、で
ちょっと高台の方に登って、またそこがね川になってるので、どっちにしろね迂回しなきゃいけないんですよ。なので一回そこの高台に登って、まあ、迂回をするような、ね形を取ろうと思ってるんですけども、はい、まあ、高台に登ればね蓮沼方面ももうちょっとね見えるのかなとは思うんですけどね。で、そうですね、最初のドゴール地点の屋形海岸の建物も見えてきてますね。ちょっと特徴的な建物が屋形海岸のところにもあるので、そのですねものも見えてきてます。あと、そうですね、九十九里終わると断崖絶壁が続くようなところってがね、まあ、屏風ヶ浦っていう断崖絶壁が続くようなところがまたあるんですけども、そこもねだいぶ見えてきました。自分の視界ではね見えてきてるというような感じですね。はい、まあ、こっちの方もね、今日は多分行かないと思いますけども、ここも結構いい場所なので、結構ロケとかでもね使えたりするね、場所だったりするんでね。で、飛行機もまた飛んでますけども、見えますかね、ちょっともしかしたら見えないかもしれないですけどね。はい、もうここら辺になると本当に成田空港から、本当飛行機すぐ近くをね飛んでくるので、まあ、もしかしたらちょっと、飛行機の音もね聞こえるかなとも思いますけども、はい、今ねちょっとね高台に上がってきました。ここはですね、小松海岸のところになります。で、ちょっとまあちゃんとした、駐車場ではないんですけども、ここら辺にね、ちっちゃいねスペースがあったりします。で、その先がちょっと川なので、ここからまたちょっと迂回してですね行きたいと思います。はい、今ですね蓮沼海岸の近くを歩いてます。で、ちょっと直接海岸の方はちょっと立ち入りね、なんか工事中だったのでできなかったので、今歩いてるところはですね蓮沼公園という公園の中をね歩いています。まあ、いろいろとですねこういう風な、まあ、サッカー場とかねあるようなところになってます。で、まあ、有名なのは、まあ、ジャンボプールなんですけども、まあ、この時期はもちろんやってないんですが、まあ、ここはですね、まあ、そのジャンボプールを目当てに来るお客さんね結構いらっしゃいます。ここら辺は本当にいろんな、スポーツができるですね施設があったりとか、あとですねちょっとね奥の方なんですけども、まあ、ローラースケートですね遊べるようなねとこあります。こんな感じですね、ローラースケート場とか、あとサッカー場とかねあったりします。ここはですね、まあ、スポーツ広場になってます。はい、ということでですね、今蓮沼海浜公園内をですね歩いております。結構ねこういう風なね遊具とかも、まあ、充実しているので、ここもね結構家族連れがねたくさん来ているところになってます。で、正面に見えるのがね蓮沼のこの展望塔になってます。ここはちょっとね行ってみたいと思います。ここからだと今はやってないですけども、ジャンボプールとかもね見れますので、こういうところね登ってですね周りの景色をちょっと見てみたいと思います。まあまあなね高さがあるのね、上まで登れば結構いい景色がね望めると思います。じゃあね登っていきたいと思います。まあ、階段で上がるか、もしかしたらエレベーターとかあるのかな、ちょっと分かんないですけどね。私はちょっと階段でね行きたいと思いますけども、はい、ここのところねずっとね登っていきます。今は時刻が14時11分ということで、歩いてから 33.7 キロですね。まあまあ今日もね歩いてきてます。で、こちらの方オープンが9時でクローズがね午後4時というふうになってますね。じゃあね登っていきたいと思います。まあ、結構外から見た感じでも高さはあるので一望できると思うんですけどね。まあ、登っている方もね何名か見ましたんで、結構景色はいいんじゃないでしょうかね。で、見た感じやっぱりエレベーターとかはなさそうなので、こういう風にね階段で登っていくしかないのかもしれないですね。まあまあ結構
上がってきましたけど、まだまだあります。だいぶね景色もねいいですけどね、まだまだ上に上がれます。まもなく屋上ですね。はい、屋上まで、着きました。はい、こっちね、いやめちゃめちゃ綺麗ですね。はあ、登ってきた甲斐がありました。こちらがね、今見てるこっちの方が、蓮沼海岸という海岸になってます。はい、で奥の方にはですね、ジャンボプールのスライダーとか見えてたりしますね。その先にはですね、これから行く銚子ホームの方も、見えたりします。いやめちゃめちゃ気持ちいいところですね。登ってきた甲斐はありました。もう結構歩いてからまた、立っているので結構ね、疲れたりはするんですけども、まあねここまで登れるとね最高ですね。はい、こんな感じになってます。下もねこういう風にね覗けます。こんな感じですね。はい、あここになんかねチーバくんありますね。チーバくんの花壇もねあったりします。はい、まあ、階段でしか行けないような場所みたいなので、脚力とかねある方ならいいんでしょうけど、はい、で宿舎の方はね結構ね遊具とかねあったりしますね。じゃあねこっちの方のジャンボプールの方に向かってね歩いていきたいと思います。いやめっちゃ綺麗だな。はい、じゃあね、こう高さありましたけど気持ちよかったですね。まあ九十九里も一望できたということで、はい、降りていきたいと思います。結構ここの階段もあったんで途中よたってなっちゃいましたけど、ちょっと久しぶりにね歩いたんでね、ここからもちょっと見ましょうかね。はい、こんな感じですね。いやめちゃめちゃ気持ちいいですね。ここら辺がねでも一望できます。まあ、蓮沼海岸もちょっとねいろんな名前の海岸がですね連なるようなね海岸にはなってるんですけども、まあここら辺はですね一体蓮沼海岸という風にねなっております。で子供たちもねいっぱい遊んでますね。で下の方見るとこんな感じですね。はい、いいですね。ここのタワーは1回ぐらい登ったことあるかな。結構ね景色がいいので、こっちの方面とかもね見えたりします。で奥の方にねちょっと丘っぽくねちょっと盛り上がってる部分がずっと続いてると思うんですけども、あそこら辺に電車が走ってます。なのでこっからとね結構離れてるんですよね。10キロぐらい離れてるのかな。かなりね、内側を走ってるというような感じです。もうあそこら辺だともうすでに、外房線ではなくて、総武本線がね走ってるエリアになります。はい、ということでじゃあ降りていってまたね先の方行きたいと思います。まあ、屋形海岸まで歩くか、もしくはねその途中でバス停があったのでそこにするかというところですね。まあ、間に合えば屋形海岸まで行っちゃいたいと思うんですけども、今の時刻が14時17分なので、で次の、ね、バスが14時50分に、来ます。でそれを逃すとですねちょっとまた1時間後になっちゃうのでちょっとね、考えたいと思います。はい、こちらですね蓮沼海浜公園の案内図なんですけど、結構ねこういう風にね、横に広い公園になってます。先ほどの、ね、展望塔はこちらになるんですけどね。で子どもの広場とかにはゴーカートとか階段自転車とかミニトレインとかビッグウェーブとかあったりとか、あとは海の広場とか円形広場とかねずっとありまして、その後ですねこちらの方に蓮沼ウォーターガーネという、ね、ジャンボプールがあります。はい、でこちらの方いろいろとログハウスとか、あとはテニスガーデンとかもあったりとか、あと海の広場とかもねあったりします。めちゃめちゃね広い公園なんですよねここなので、とても見応えのある公園なので、まあ、皆さんね結構この公園はね、来たりします。はい、ちょっとね公園内を歩きながら進んでいきたいと思うんですけども、で今日ね屋形海岸っていう風に考えましたが、2時間以上待って次のバスでも良かったんですけども、まあ
やっぱあのジャンボプールとかあっちのですねウォータースライダーの方ですね、ハスマウォーターガーデンのあのでっかいスライダーとかももうちょっとね、次の、次回に見たいかなとも思いましたので、今日はその手前のところにバス停、こっちの方にも向かってね、バスが来るような感じなので、そのバスに乗ってね、帰りたいなと思ってます。なのでですね、まあ、今回のゴール地点は蓮沼海浜公園というところですね、ウォーターガーデンの一つ一歩手前のところで、今回はね終わりにしたいと思います。いやここら辺も本当に、蓮沼海浜公園ね、まあ、横に長い広い公園なんですけども、まあ、ここら辺だと子どもたちもねいなかったりして、まあ、そこはちょっとね小高い丘みたいになってますけども、まあ、こういう風なね落ち着いた場所もねあります。まあ夏場は本当に人多いですねここは。まあ、あのすぐにあの駐車場とかも満車になることも多くって、で近くのね家の人結構、土地が余ってそこのところの空いたところのスペースにですね、まあ、有料駐車場としていつも手招いてたりしますね。特に夏場は毎日のように、P のですね、看板を手に掲げてですね、両手に掲げてでこちらですよって、まあ、誘導してたりします。まあ、ここら辺も本当に、まあ、一大レジャーランドっていうか、まあ、この蓮沼あたりもね結構皆さん来るようなところですね。まあ、千葉県民は結構ここに来ることがね多いかなと思ってます。私ももうこのね蓮沼のここはもうちょくちょく来ますね。はい、で子どもたちが遊べるところもいっぱいありますので、はい、でねもうちょっとしたらウォースタースライダーがこちらの方にね、見えてきますけども、そこの橋渡ったところですね。でもう一回ね、見たいと思います。いや今日も気持ちよく歩けましたね。結局のところあのずっと海岸線を歩いてましたけども、まあまあ結構ね気持ちよく歩けたかなと思います。まあ、途中やっぱり同じような風景が続いてしまうので飽きてはしまったんですけども、それでもね、まあ、なかなかこうやって徒歩で、九十九里浜を踏破するっていうこともねあんまりないのでね、うん、まあいい機会だったのかなと思ってます。まあ、できればねこっちの海岸のところもうちょっとね歩きたかったんですが、ちょっと工事中で途中からね入れなくなってたので、ちょっと、まあ、せっかくならねこちらの公園の方も見てみたいなと、ゆっくり散策してみたいなと思ってたので、まあ、ちょうど良かったかなと思ってます。はい、ということで、まあ、ここにもちょっとミニトレインのねこういう風なほら、線路がねあります。こんな感じでね多分今日来るんじゃないかな、ここも走ると思います。はい、結構子供が喜ぶような施設がいっぱいあるんでね、ここは本当超おすすめポイントですね。でそこのところ、ちょっと陸橋になってて、まあ、海岸線の方に出れるところではあるんですけども、確かあの車だとどうだったかな、海水浴の季節の時はそこ開放されてるんですけども、普段は確か、柵で閉じられてたと思うんですよね。なので、まあ、あの徒歩で入ることは可能だとは思うんですけども、車だと確かアクセスできなかったんじゃないかな。何回か、ね、オフシーズンの時に、こちらの車入れるのかなと思って来たことはあるんですけども、その時に必ずって言っていいほど柵が閉じられてて入れなかったので、まあ、多分これオンシーズンだけ開放されるんじゃないかなと思ってます。はい、あ今1台車が入ろうとして今 U ターンしてますね。そうそうそう、入れないんですよねオンシーズンじゃないと。確かにここのねちょっと見えますかね、海がね、見えたりするんですけども、ここのとこからね、車でアクセスできるような場所ではあったりするんですけども、まあこのねオフシーズンの前はちょっと分かりますかね、はい、こういう風に、
閉じられてます、はい、海水浴開放、そうですね、海水浴がやってる時だけ開放しますよというふうに書かれてますね。はい、で正面がハスマウォーターガーデンの、でっかいねウォータースライダーですね。もう子供の時はねめっちゃね憧れましたねこれ。はい、これもうね子供だとねもうびっくりするぐらいでかいっていうか、まあ、小さい頃にですけどね、今はもっとすごいウォータースライダーたくさんありますけども、当時は結構こちらは最大級のウォータースライダーだったかな、はい、だったので結構ねこれはね興奮しましたね。また子供心をねでまた乗ってみたいなとは思いますけども、まあとは言っても本当に夏はねめちゃめちゃ混むんですよここなので、最近はちょっとね混むの嫌がって避けてたりしますけどね。はい、じゃあちょっとね、バス乗り場の方に行きたいと思います。はい、今ですね、こちらですね、ハスのウォータースライダーのところから道路一本ですね、渡ってきました。でバス停の方ちょっとね、向かいたいと思います。なのでですね、9日目はねこのバス停で終わりにしたいと思います。ちょっとね、こちらのもうちょっと見えなくなってますかね、こちらですね、ウォータースライダーのところからちょっと離れたところにバス停があるんですけども、ちょっと分かりづらいところにね多分ねバス停があると思います。そっからですね乗ることができます。ちょっとしたら見えてくると思うんですけども、あーなんかありますね、ここのところにね、青看板がありまして、でまっすぐ行くと、まあ、成田方面に向かうことができる道なんですけども、その隣にはですねなんか道の駅オライハス沼というふうに書いてありますが、その下にですねバス停があります。ここかな、多分そのバス停だと思うんですけども、ちょっとね近づいて見てみたいと思います。そうですね、成田空港行きっていうふうに書いてあります。あの屋形海岸からだと14時50分だったんですけども、ここだとそうですね何分かな、はい、ありますね、14時54分ですね、これになります。でこちらがですね、空港シャトルバス成田空港行きと、いうことになってまして、で、まあ、結構、ね、出てるんですよこれだけのね、バスが、これがね、空港第2ターミナルに行ける、バスが出ております。14時54分にも来ますし、次はですね16時とかもね来たりします。で、まあ、こちらの方にですね、まあ、運行ルートちょっと薄くなっちゃってますけども、まあ、こういうふうに、屋形海岸からスタートしまして、でずっと行ってですねちょっと見えにくいですけども、空港第二旅客ターミナルまで、ね、行けるようなものになってます。でしかもねすごいのがこちらなんですよ。はい、こちら、乗車料金、全区間でこれね一般中学生以上で300円ですよ。300円でね空港まで行けちゃうんです。でしかもね IC カードも利用可能で、 IC カード利用した場合はですね270円でね行けちゃうようなねバスなんですよ。で、まあ、運行状況もねスマホで分かりますということで、先ほどちょっと、バスロケ導入で、ね、こちらの方ね調べてみてみたんですけども、ちゃんとですね、まあ、運行してということが分かってます。なのでね、今日は、このからですね乗って、成田空港の方に、ね、向かっていきたいと思います。ということでこちらですね、ハス沼中下なのかな、まあ、こちらの方のバス停になります。で10日目ですね、こちらの方にもあります。こちらがですね、空港第二ミルから屋形海岸の方に、ね向かうバスなんですけども、ここのですねバス停で降りて、この先のですね海岸線を10日目以降、また九十九里の方踏破していきたいと思います。はい、ということでですね、千葉県一周徒歩の旅9日目ということで、今回ですね JR 外房線の上総一宮駅からスタートしまして、今回ですね蓮沼海浜公園の近くのバス停ですね、こちらの空港シャトルバス、こちらのですねバス停で終わりにしたいと思います。
結果の方はですね、まあ後でねお見せしたいと思います。今の時刻はですね14時37分ということで、まだまだね明るいんですけども、やはりですね、まあ、九十九里浜踏破するのは、まあ、一筋なのはいかないので、ここでですね一回、またですね仕切り直してですね10日目にね挑みたいと思っております。はい、ということで、まあ、歩き始めてから7時間45分経ちましたね。まあ、結構経ちましたけども、今日もね結構歩きました。ではですね、次回またお会いしたいと思います。以上、佐賀でした。さよなら。バイバイ。